はい、おはようございます。今日で、今日は9月の5日ですね。9月ね、9月に入りました。9月の5日で181からしてないので182で9月の5 182ですね。5だからね。はい、182、1からしてないからね、空いてますだいぶ。182の花束ですね、始めたいと思います。じゃあ店主がいます。店主おはようございます。おはようございます。はい、まずはこれね、ブロックプリント、バイオさんのブロックプリントを開催中です。今日ヒューガ店の営業日で、まさにヒューガ店でやってますね今ね、はい。夕方店は明日までかな、土曜日7まで、明日、明後日までですね、はい、土曜日。今日は木曜日でね、木金土だから今日明日明後日、あと3日間ですね。夕方店はね、あと3日間となりました。でその後が宮崎店ですね。宮崎店が12から26ですね。よろしくお願いします。はい、はい、子供のこのパンツを作ったってことですね、はい、これね。50センチカットでできると、はい、いうことです、はい。これあれインスタグラムかなんかにアップしてるんですかね。そうそう、これはタンで生地が来てるので、はい、好きな長さにカットができます。好きな長さにカットできると。この乗ってるのと違うんだよね。乗ってはない、うん、乗ってるのもあるの？乗ってるのもあるのもあるけど、ないのも。これは違う。いや、これ乗ってるやつかなという、この辺かなと思ったけど違うね。乗ってないね、うん、あ、乗ってるのもあるし、乗ってるけど着てないのもあると、はい、イメージで、実際これは作ってるということですね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、で今月でもないんですけどね、おすすめ記事がこれですね。何でした？夢で会いましょう。夢で逆って何？ああ、うん？柄が逆ってあると？ん？ちょうど置いたところが大丈夫でした。何よくわかんない。よくわかんない。柄が逆っていうのがここにありますね。夢で会いましょう。これですね。夢で会いましょうですね。はい。メンアサシーチングの 85% がメン。で朝が 15% ということですね。まだちょっとしか紹介差し交互してないからね、紹介もちょっとしかしてないんですが、川戸里香さんのイラストですね、ムーミンですね。よろしくお願いします。はい、で、お、そうなんですかね。あとはもういいですね、刺しましょう。だけどコメントが溜まってて、それ読もうというとこで、店主がいた方がいいなっていうので行きます。刺しくぐりながら行きましょうかね。じゃあちょっと待ってね、まずちょっと待ってね、どこにある、あ、もう終わったのか。終わったから新しいところですね。終わって、緑が終わったとこでしたっけ、いつも覚えてないな。で、黄色だね、今度ね。黄色、ちょっと待って、黄色。レモンの糸があるっけ？どっかにあるはず。あった。レモンを、ちょっと糸をまず、コメントも読まなきゃいけないんですけど。どのぐらいで見たらいい？何個通るかやね。1、2、3、3回、3往復するけど、この間もなんか3往復するけど、ちょっと余裕を持って4往復分ぐらい取ったんだよね。こう斜めにこう行くからね。このぐらいでいいかな。いいと思います。多少余ることを想定して、よいしょ、切って、そうですね、この緑が終わってこのぐらい余ったんだ。実際緑はね、エメラルドか。で、コメント読みましょう。9日前、一番古いので9日前の鈴さんからですね、読みますね。お待たせしましたね、すいませんね。これは
あ、募集の動画ね、募集、その第7シーズン何しますかの募集の動画にコメントくださってますが、ちょっと待ってね、ちょっとハリニートが通らない、ね、こっちって通らないね、アイブトなんでね、ちょっと斜めに、うん、糸通しを、糸通しどっかに持って帰って、持って帰ってきた、持って帰ってきたか、持って帰って、あ、なんか変な、取った通ってない、なんか変なことになったな、ちょっと待ってくださいね、取った、はい、取りました、通ってこっち側を玉結びしとこうか、もう玉結びも手です、手結び、手玉結びですね、よし、で通って、ちょっと待ってね、これ引っかかるね、で、すずさん、すずさんからいきますね、募集ね、第7シーズン何を、さすで募集だけで撮った動画にコメントくださって、早速ありがとうございます、ちょっともうここの方ってますけど、さしこちゃん、天使さん、こんばんは、こんばんはね、次のさしこですねと、楽しみですねと、でオリンパスさんのフローとか、オリンパスさんの山路、山路ってある、や、山の道って書いて、山路はいかがですかと、どんなんだろう山路、わかる、天使、ちょっと今店主に見てもらおうかな、山路はいかがですかと読むね、特に意味もなく、なんとなくパッと思い浮かんだ簡単そうなものをお伝えしてみましたと、じゃあ鈴さんの中での簡単そうなのはこの辺りですね、山路、フローってなんか、あ、フローはあのあれだね、フィッシュさんのこう波のやつ、波のやつ、山路、山路は今店主が調べてくれてます、多分、うん、なごみシリーズの、なごみシリーズ第1弾の、第1弾、ちょっと待ってくださいね、今店主が調べてるから、僕は僕で指しますね、出てきた、あ、ちょっと待って、はい、どれ、山路、ああ、なんかちょっと 4分割されてる感じね、はいはい、おお、これか、なんか難しそうな感じもしたね、複雑そうな、難しくはないのかもしれない、複雑な柄だですね、 4つに分かれてるね、うん、に2つに分かれて斜めでそれぞれ1つの柄かですね、簡単そうなもの、まあ鈴さんの中ではこれがいいかなということですね、ありがとうございますね、私はどちらもまだ刺したことがありませんと、ああそうそう、そういうのでいいんですよね、刺したことなくて、で実際持ってて刺す機会がこの機会についでについでにみたいな感じでね、刺せるといいなって、そういうので全然 OK です、ありがとうございます、フローね、フローもちょっと後で見てみますね、参考にさせていただきます、で次ね、次がマキさん、マキさんからいただきました、さしこちゃん、天使さん、こんばんみ、こんばんみね、台風、あ、台風ね、これいつの台風だろう台風はこの間のかな、台風はどうでしょうかと、で災害につながらないことを願ってますと、これは聞きましたけど、ちょっと宮崎はねやっぱいろいろあったんですよ、まあニュース等でもあって、でうちは大丈夫なんだけど、やっぱ市内の方とか、まあ市内以外でもね、台風というより竜巻ですね、突風がありましたね、だから今回改めて、今回本当改めてですね、台風の時に竜巻をね警戒しないといけないなっていう感じで、
ただやっぱねこうニュースとかでもやってますけど、どうしようもない、そう、どうしようもないんですよね。どこで発生するかもわかんないし、来たとて一瞬だから、もう対策取りようがないというか。確かに最近なんか竜巻注意報がね、出るは出るんですよね。テレビとかニュース等で、なんかテレビの番組中とかに出るは出るんですけど、今までそんなことなかった。だからあんまりこうまあそこまでこうねどう警報が出たねぐらいの感覚で見てたけども、どうしようもないなって感じです。あの台風以上に、台風はね多少こう対策とか取れるんだけど、だから台風来た時に竜巻もあるかもっていう気持ちにねなんなきゃいけないかなと。うん、宮崎はねやっぱ高い建物がないから邪魔をするものがないというか、遮るものがないからね起こりやすいらしくて、竜巻がですね、まあ、実は起きてるんですよたくさん。あのこの間の台風の時に一箇所じゃなくて何箇所も起きてて、でいろんなとこその宮崎市内以外の市町村でも起きてるので、だからまあ本当気をつける、気にかけるというかね、一応そういう可能性があると思うしかないなと思うとこですね。これだから台風来る前にコメントいただいてますから、マキさんは災害につながらないことを願ってますと。でいよいよ募集始まりましたねと、すでに鈴さんからもナイスな提案があっておーってなりましたとね、さっきのですね。で皆さんからいろんな案が出てくるのを楽しみにしていますと、以上。マキさん最初になんかコメント縦脇じゃなかったっけ、マキさん最初縦脇って言ってましたよね。マキちょっと戻ってみようかね。マキさんはね縦脇そろそろどうですかってコメントくれたのは、いつだ、ちょっと今パッと出てこないな。分かんない、ちょっと出てこない縦脇じゃなかったかな、でそれに天守が差し掛けの縦脇がっていうことだったような気がしますけどね。牧さんからはそういう提案があっていろんなのが出てくるの楽しみにしてますというコメントをいただきましたね。ありがとうございます。で、で次がこれを普通のというか通常動画の方にまた鈴さんがいただきまして、さしこちゃん店主さんおはようございますと、台風どうでしょうか心配ですねって、これ台風来る前ですね。でちえさんのさしこ夏祭りの交流会に参加してきましたと、これ店主が話した話ですね。店主も見たっていうのでね。で店主さんのうちわも実際に拝見させていただき、可愛いと感動でしたと。あ、実際行ったってことじゃこれ。あ、そうそう、あの鈴さん行ってた交流会。あ、そうなんだ。交流会。ああ、実際拝見させていただきって書いてますね。可愛いと感動でしたと。なかなか刺し子仲間さんとお会いできる機会がないですし、他の方が作った作品を実際手に取ってみる機会もないので、とても貴重な時間でしたよと。あ、そうなんですね。参加されたんですね。あ、じゃあ店主のうちは。うん、大丈夫です。何が大丈夫、みんなすごいの。まあまあいいじゃん、みんなはすごくていいけど、うちはもうあったでいいじゃん、はい、そんな謙遜というか謙遜なのかなんか分かんないけど、いいですとか元気なさげに言います。いいじゃん、店主も出してたようでいいじゃん、はい、ねそれを 見ましたよということなんでいいと思いますね。ありがとうございますでいいと思いますよ。なんか変に謙遜とかなんか分かんないけど、私なんかがみたいに言わなくてもね、みんなすごいの分かってますからね。で見ていただきありがとうございます。でそれですね。で次行きましょう。次豚子さんが、これも次何刺しますかの動画ですね。シーズン7は何刺すかの募集の動画に豚子さんからいただいてます。ありがとうございます。刺し子ちゃん店主さんおはようございます。おはようございます。募集始まりましたねと。何がいいですかねとね。
だるまの刺し子付近なら模様刺し、かっこオリジナル柄のどれか。だるまだったらね、オリムパスの刺し子付近なら最近新しく出たなごみの付近のどれか。ざっくりでごめんなさいって、かっこ笑い。ね、どれにするか決めるのは皆さんから提案された柄を紙に書いて4つに折って箱に入れてシャカシャカして1つ選ぶ方法もありますと。あ、なるほどね。で、何に決まるのか楽しみですと。ね、ありがとうございます。で、豚子さんからはざっくりですね。もうこの豚子さんの言い方言っとけばどれかになりますよ、このもう全部網羅したような言い方なんで、どれかになりそうですけど、まあだるまだと模様刺しと、オリムパスだとなごみシリーズのどれか、新しいやつね、っていうことですね。で、このあのなごみシリーズの新しいやつは昨日出しましたね、動画ね、紹介動画をね、6種類あるっていうので、昨日の動画まだ見てない方はぜひ見てください。6種類あって、色、生地の色も白と紺があるので12種類選べますと。まだ見てない方はぜひ見てみてくださいね。で、豚子さんもいいですね、この4つ折りにもうくじ引きみたいなことですね。まあ確かにこれはあの公平というか、なんかこうあれかないですね、こうなんていうの、なんて言ったらいいの、こう公正というか不公平というかね。ね、ただまあ僕が指したいやつも一応気持ちも入れたいので、まあちょっと考えますね、どうやって選ぶかはね。まあそのシャカシャカしてくじ引きするのも一つの案ではありますね。ありがとうございます。次がちょっと次英語なんで、あのね、ちょっと前のね、わらべすくさんの人目指しサンプラーが差し終わったっていう動画に、これね、英語なんでね、ローラポーターさんっていう方なのかな、 YouTube のアカウントはね、から来てます。This is so beautiful, just beyond words. はい、どういう意味？ Just beyond words が分かんないね。ってこと？言葉にならないほど美しいかな。おお。違うかな。おお。今、店主が。違うかな。なんとなく。翻訳しましょう。Google で。Just beyond words。Google で翻訳します。今ね。言葉にならないほど美しい、とても美しいです、言葉では言い表せないほどですとね。ありがとうございます。もう僕は何も言えません。僕じゃない、僕が指してるやつでもないし、店主が指してるやつだし、英語全然できないので、ありがとうと、サンキューですね。サンキューです。もうね、ローラポーターさん、ありがとうございます。ね、行きましょう、次。すいませんね、多くが。まあでもそういう方も見てくださってるってことですね、刺し子に興味のある方ね。で、次がゆきさんですね。ゆきさん、4日前。ゆきさんからいただきました。刺し子ちゃん店主さん、こんにちはと。こんにちは。これ募集の動画に来てますね。いよいよ募集始まりましたね、と。私はやっぱり縦脇がいいと思うのですが、オリンパスさんの十字つなぎや星編みもいいなと思ってます。オリムパスの星編みってなんだ、十字つなぎもちょっと分かんないけど、なんかちょっと、まあ、ちょっと初めて星編みだからね、うん、あんまり分かりやすくないよ、星編みって言ってるから。編みみたいなやつは分かってます、星編みです。今店主調べ中、検索中ね、店主、うん、とあと十字つなぎ、なんか十字なんでしょうね、これもね、ちょっと見てみますね。でもやっぱ縦脇がやっぱね、最初にそれ言っちゃうと、ね、引っ張られるっていうのもあるんですよね。確かにね、縦脇もいいですけどね、確かにシンプルだし簡単そうなんでね。星編みはこれね。星編み、ちょっと星編み、
か。ああ、いいですね、星網。ちょっとあれね、あの公園の公園の柵みたいなやつね。あと充実投げは。ああ、充実投げね。おお、いいですね。簡単っす。確かに。でもこれどうやって刺すの？ああ、横、ずっと横は横で行けばいいのか。ああ、いいですね。なるほど、いいかもしれないですね、ゆきさん。なんかこうすごく僕目線になってくれてる感じがしますね。で、縦脇ってことですね。ありがとうございます。やっぱり知らない柄いっぱいありますね、星網。いっぱい出てるからね。この間ほら、天守がパンフレットも出たじゃん、カタログか、うん、あれまた見せてもらおうかな。あれ何のパンフレットだったっけ。オリンパス。オリンパスいっぱいあったもんね。まあお店にあるかどうかっていう話にもなるけど、ないからね。すっごいいっぱい、なんかキティちゃんでも4種類ぐらいあったよね。キティちゃんだっけ。ディズニーも新作とかも出てあるんでしょ、ディズニーとかね。ディズニーは取らないですけどいやいや、電子が仕入れたやつでいいんだけど、はい、いっぱいある、まあ、カタログね、この間なんか見てたんですよ、店主がね。見てたのかな、なんか持ってて見せてもらったらいっぱいあって、もうすぐ閉じました、はい、すぐもう見なくなったけどね。ありがとうございます。いいと思います。あのすごくちょっといいですあのさせそうな気がします。短い時間でね。ね、ありがとうございます。次、次が春子さんね。最後ですね。1日前、春子さんも募集にいただきました。さしこちゃん、天使さん、こんにちは。こんにちは。なんだかお天気が落ち着かないので心配ですと。で、ね、これ昨日だから、そうですね、もう台風は過ぎましたが、ちょっとやっぱね、なんか雨とかね、被害とかいろいろありますよね。で、またちょっとね、まだ台風じゃないけど、ちょっとこう台風になるかもみたいなのがあるっていう話なんで、ちょっと警戒ですね、まだね。9月、10月、10月ぐらいまでありますよね、最近はね、台風は。ちょっと警戒ですね。で、さて、シーズン7の柄のお話ですが、私は今柿の花に夢中ですと。夢中、柿の花。ああ、そう、うん、今はなんかあるの、柿の花。あの、秋だから、そんなことはなく、柿はなんでだろうね。この柄は密で難しそうですが、ひたすら端から端まで並縫いなので刺し順を悩んだりはしないですと。だからさっきのあの十字つなぎもそんな感じだよね。ずっと間があるけど、ずっと、あれは斜めに行くけど、柿の花はもう縦横の、ね、縦横やっちゃう。充実の日、斜めによった。こう段がちょっと、あ、段があるんだ。なので、刺し子を、あ、刺し順を悩んだりはしないですと。あとは続き山形とか面白そうですと。すごい複雑そうな柄なんですが、実はシンプルなギザギザ模様の組み合わせでできてますと。さすまえの分解して色とかデザインを決める作業が楽しいんじゃないかなと思いますよと。続き山形ね、知ってます、続き山形ね。やっぱちょっとあれですね、込み入ってる感じが僕の印象ですけどね。柿の花も込み入ってますよね。時間かかるんじゃないかな。柿の花時間かかるよね。なんか先週も時間かかってたようなイメージが、まあ単純なんだろうけど、こうも集中して刺すってなった時に、そのずっと波縫いだからいいっていうことに夢中になってる。分身の練習になる。分身の練習になる。ああ、これでもよく考えたらあれですよね。夢中になってる春子さんの話になってますよね、これね。僕が面白そうと、あとはまあまあでもほら、いろいろアレンジ楽しんだり、うんうん、楽しんだりね。今回はでもね、アレンジはね、楽しまなくてもね、さすアレンジとか言い出すから遅くなるんであってね、僕ですよ、僕の話ですよ。皆さんもアレンジ楽しんでも早いからね、刺すのはね。僕もこのアレンジとかの前にも刺しなさいよっていう、早く刺し終わんなさいよっていうことだったと思うんで。あの今なんかね、みんなで柿
柿の花会っていうのをやってるみたいな。あ、そう。高そう。だからみんな柿の花、みんな柿の花、みんなで柿の花会をやってるの。誰かがやってて、それに皆さん一緒にしましょうってなってるの。柿の花を刺しましょうってなってんだ。ローランさんがしてるの。でみんな多分結構ローランさん最近なんかインスタだっけ、なんかライブを始めましたって、なんか結構毎日のようにこうスマホのあれに来るんだけど、してるんじゃない、毎日かはじゃないかもしれないけど、まあでもそういうありますよね。今誰かがこれをしましょうってみんなに呼びかけて、しましょうしましょうってなれば、みんながまあそれの、まあ僕の場合はまあみんなでしましょうというよりか、まあ何がいいかなっていうちょっと相談、簡単なの何がいいですかねっていう初心者の相談初心者の相談になってるんですけど、まあでもいろんな意見をいただいてるので、ちょっとなんだっけな、豚子さんが言ったみたいに、ちょっと一回こう出た意見を書いてみて、ちょっと分かんなくなるんでね、まあ票が多いのを選ぶっていうことではないんだけど、何が意見として出たかっていうのはちょっとまとめようかなと思います。この花束が終わるまで、終わってからか、終わる時にはね、で次これ行きましょうというふうにしようかなと思いますね。ただまあ準備ね、持ってないよとか準備期間がとかあると思うんですけど、僕はもう遅いので刺すのはねもうなんなら今から花束刺しても、今から花束刺しても間に合うぐらいのスピード感でやってるので、からもう大丈夫です。次のシーズン7がね、急にこれって決まっても、皆さん持ってる方は刺していただければいいし、まあ、一緒に刺さなくてもいいですしね。でもし一緒に刺したいって方がいれば、もう遅く刺し始めてもすぐ追いつけるということですね何小刻みになんか要所要所で笑うけど、何ですか、さっきから笑われてる感じがすごいね。あ、そう、はい、何でしょう。娘、はい、娘、長女ですね。あ、はい、上の子、ずっと刺してた、うんうん、朝の葉が刺し始めた。あ、そうだったね。あ、今度紹介する、うん、2年半かかった。2年半放送、この間言ったんだよね。2年半かけて、最初3年ぐらいで刺したとか言うから、あ、もう父さんと一緒やねっていう。で2年半らしくて、実際調べたら、まあ、やっぱこうカエルの子はカエルだねっていう話をしたとこでしたね上の子も2年半かけて朝の葉を刺したと。まあ毎日刺してないからね、もう本当に僕以上に気が向いた時にっていうか、店主が差し越したらとかって言ったりして、多分本人そんな興味がない。まあすごくはね、すごくでもやるのが楽しそうなんでね、興味がないわけじゃないけど。差し終わったね、見せましょうかね。じゃあね、そこなど洗って、自分で。でもなんかこう、これハンカチで使えるよって言ったら、やったって言ってたよね。ハンカチ使ってない。持たせればいいんじゃない。なかなか渋い。小学生が刺し子のハンカチ持ってたら、誰も何それとはならんやろうけど、先生とかからね、先生とかからなんかこう、お、なんか。夏休みの自由研究でもいいのかな。日本の伝統柄。ああ、その自由研究ってなると刺すだけじゃダメでしょ。なんか調べたりとか、この伝統柄は何でとかっていう、多少調べる要素もないと、まあ調べれるけどね、うん、それをまとめる要素がないと自由研究にはならないだろうから、で実際刺すまで行くとね、そこまですると自由研究の題材としてはいいかもしれないね。よし、じゃあ今日ここまでね、ここまでです。ちょっと長かったですけど、コメントがたくさんね、読めてなかったのでね、海外の方とかもいましたし、で皆さんからのいろんな
これどうですかっていう意見もねだいぶいただいてるので、ちょっと参考にしてみようかなと思います。よいしょ。はい、じゃあ今日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。